不安そうに鳴き叫ぶ一匹の子ヤギ。辺りをキョロキョロしていると、ミミちゃん、名前を呼ぶ声が。ミミちゃん、それに気がついた途端、ミミちゃん、脇目も振らず飼い主のもとへ駆け寄り、尻尾をフリフリ。人懐っこい姿がとにかく可愛いと SNS で話題になり、300万回以上再生されたこの動画。声をかけていたのは子ヤギの飼い主、高知県室戸市で牧場を営む松本拓也さんです。ミミちゃんずっと自分の後ろついてくるんですよ。生後2ヶ月ほどのミミちゃんは四つ子の末っ子。お母さんのミルクが飲めず、松本さん家族が世話をしているためか甘えん坊な性格だといいます。ただこの動画を撮影した日、ちょっとしたいたずら心が芽生えた松本さん。ミミちゃんの視界から消えて焦る様子を撮影し始めましたが、申し訳ないことをしたなって思いましたね。かわいそうだなと思って。あまりに必死に泣く姿に思わず名前を呼んでいたということです。